皆さん、みんなの日本語クラスへようこそ。今日も一緒に頑張りましょうね。皆さん、こんにちは。先生、また風邪ひいちゃった。声もガラガラになっちゃったし。ごめんね。でも、早く治るように頑張りますから。皆さんも風邪をひかないように気をつけてね。じゃあ、授業始めます。なんだか出そう、もうすぐ出そう。ドレミファプププ、うわー。好，首先我们来学习绘画中的使用表达。第一个是，哈，哈。哈，这个语气词一般用在努力理解对方的话的时候，相当于咱们一边点头一边说哦这种感觉。待会儿在绘画中我们会看到具体要怎么使用哦。好，下一个，申し訳ありません。申し訳ありません。申し訳ありません。意思是对不起。话说我们学过好几个对不起的说法了，他们的用法有什么区别呢？那老师就干脆趁此机会给大家总结一下日语里道歉的表达吧。首先，按礼貌程度从高到低排列的话，最礼貌的是誠に申し訳ございません，以及我们刚刚学的申し訳ありません。这种道歉的话一般用在工作场合比较多，显得比较郑重。接下来是大家很熟悉的どうもすみません，还有年轻人经常偷懒省略说成的すいません，这种也算是比较正式的一般性的道歉。接下来是用在关系比较亲近的人之间的ごめんなさい，如果再随便一些还可以简单的说成ごめん。ごめん是男女都可以使用的。接下来再给大家介绍几个只有男性使用的道歉语，和ごめん程度差不多的すまない、すまない，还有省略的更厉害的すまん、すまん，其实都是从すみません变过来的。好，最后一个也是男性用的比较多的悪い、悪い，这个词在日剧里出现的还蛮多的，老师第一次听到的时候还疑惑了一下，这个人突然说什么悪い、坏是什么意思啊？后来一研究才知道悪い也有对不起的意思。好，那关于道歉的总结就到这里，再跟老师把这些表达读一遍吧。誠に申し訳ございません。誠に申し訳ございません。申し訳ありません。申し訳ありません。どうもすみません。どうもすみません。すいません。すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめん、ごめん、すまない、すまない、すまん、すまん、悪い、悪い。好、接下来是单词、預かります、預かります、預かります。字典型、預かる、意思是保管、收存、这是一个他动词。用的时候一般是誰誰が何々を預かる，表示某人保管某物的意思。比如私が皆さんの荷物を預かります，我来保管大家的行李。再比如老师要出去旅游，所以让朋友帮我寄养一下我的猫，日语就是说猫は友達に預かってもらう。好，下一个词是先日、先日、先日，表示前些日子。比如前些天有个朋友帮过你的忙，那后来再次见面的时候，按照日本人的礼仪习惯会再次向对方进行道谢。先日はどうもありがとうございました，前些日子真是谢谢你了。不过啊，这个先日在口语里算是一个比较生硬的说法，一般用于比较正式的场合或者是不太熟的人之间。如果是熟人、好朋友的话，我们一般会用
この間这个词表示前些日子、前几天。在这里顺带说一下，この間在口语里说快了会变成この間这样的音。所以以后大家要是听到この間什么什么这个说法，可要知道是この間的意思哦。好，最后一个单词，助かります。助かります。助かります。字典型助かる，得救，得到帮助的意思。这个表达一般是用在得到别人帮助的时候，向对方表示谢意。比如你被布置了一大堆的任务，一个人忙的话，看来今天是不要想回家吃晚饭了。这时贴心的同事主动来帮助你，手伝いましょうか，我来帮忙吧。你感激地对他说，助かります，那可是帮了我大忙了。口语里我们还经常说助かった，得救了，用于脱离了某种困境的时候。比如在炎热的夏天，你渴得嗓子都快冒烟了，可是啊，到处都找不到喝的东西。这时有个朋友带了瓶冰水过来，你赶紧咕噜咕噜地喝下去。哇，助かった，得救了。那这句话呢，在日常生活中还是蛮常听到的，大家看日剧的时候可以留意一下。好，那重要的表达就学到这儿，接下来跟老师一起读一下课后阅读文里的生词吧。传说故事，昔話，昔話，某个什么什么，有个什么什么，ある，ある，男子，男，男，孩子们，子供たち，子供たち，欺负，いじめます、いじめます、乌龟，カメ，カメ，救助，帮助，助けます、助けます、城堡，お城，お城，公主，お姫様，お姫様，愉快的，快乐的，楽しく，楽しく，生活，度日，暮らします、暮らします、大陆，陆地，陸，陸，于是，这么一来，すると、すると、煙，煙，煙，洁白的，雪白的，真っ白，真っ白，内容，装在里面的东西，中身，中身。读完这些词，想必大家也猜到了，本节课的课后阅读文是关于日本的神话人物浦岛太郎的。以前老师给大家粗略的讲过浦岛太郎的故事，大家还记得吗？老实说啊，我也完全不明白这个故事到底要传达什么意思。善良的浦岛太郎好心救了乌龟，最后却孤独终老，这也太悲剧了。不知道大家看了这个故事以后有什么想法呢？课后聊天的时候可以说说看哦。好，接下来学习本课的绘画。会話のタイトルは、荷物を預かっていただけませんか？荷物を預かる、保管行李、保管物品。使用、何々ていただけませんか？询问对方是否可以做某事。所以这句话的意思就是、能帮我保管一下东西吗？这句话大家不妨整个记下来、以后拜托别人给自己保管东西的时候可以用得上。何々を預かっていただけませんか？好、来看一下绘画的视频吧。小川さん、ちょっとお願いがあるんですが。何ですか？実は今日の夕方デパートから荷物が届く予定なんですが、出かけなきゃならない用事ができてしまったんです。はあ。それで申し訳ありませんが、預かっておいていただけませんか？ええ、いいですよ。すみません、帰ったらすぐ取りに行きます。わかりました、よろしくお願いします。
小川さん、先日は荷物を扱ってくださってありがとうございました。いいえ、本当に助かりました。米大桑好久没出场，日语好像又退步了。好，不吐槽他了，赶紧来看一下台词。首先，米大桑敲开了邻居家的门，说道：“小川さん、ちょっとお願いがあるんですが。”小川女士，我有点事情想拜托您。这句话建议大家背下来，用于请求别人帮忙的时候非常实用。ちょっとお願いがあるんですが，什么什么？小川さん回道：“なんですか？什么事？”ミラーさん说道、実は今日の夕方、デパートから荷物が届く予定なんですが、出かけなければならない用事ができてしまったんです。这句话有点长、我们一点一点来理解一下。実は、实际上是这样的。今日の夕方、今天傍晚、デパートから、从百货商店、荷物が届く予定なんです。预计有东西要到。动词的字典形加予定表示预计什么什么，计划是什么什么。が，但是呢，出かけなければならない用事ができて，来了件不得不出门去办的事情。用事ができる是指突然有事情，本来是没事的，也许啊上司一个电话打来就要去加班了，所以现在有事了。这种情况啊就叫做用事ができる。用事ができてしまったんです。用てしまう来表现出我的无奈遗憾的心情，那连起来再转换成符合汉语习惯的表达，是这样的，今天傍晚预计百货商店会送货过来，可是我有事情不得不出门。说到这儿，小川桑稍微回应了一下，哈、啊、哦，表示自己在听，了解了他在说什么。这里老师插一句，如果说你跟一个日本人在聊天，他在跟你描述一件事情，说了一长串一长串的日语，那你在听的过程中呢，千万不可以毫无反应，不然对方会以为你没有在听他讲话。所以你在听的时候可以时不时的点点头，嗨，嘿之类的。如果不是什么正式的场合，也可以像我高瓦桑这样回应哈、哦、也是可以的。这一点是很重要的礼仪哦。好，铺垫了这么多，米拉桑终于抛出了他的请求。それで申し訳ありませんが、預かっておいていただけませんか？それで、所以、因此、因为上面说的这个原因、申し訳ありませんが、这个和すみませんが的意思和用法是一样的、不过要更礼貌一些、不好意思、什么什么。預かっておいていただけませんか？什么什么ていただけませんか？是表示请求对方做某事、对吧？那请求对方做什么呢？預かっておく，帮我保管一下。这里还顺带加了一个表示临时措施的ておく进去，表示暂时保管一下，一会儿我就过来拿了。小川さん爽快地答应道：“哎，いいですよ。”好的呀。米拉桑道谢道：“すみません，劳烦您了。帰ったらすぐ取りに来ます。我回来以后会立刻来取的。すぐ是立刻。”取りに来る，这里的に表示的是动作的目的，来的目的是取，所以说取りに来る。小川さん回应，わかりました。好的，我知道了。米拉さん最后又寒暄了一句，よろしくお願いします。那就拜托您了。好，第一段情景就到这儿。时间过得很快，一晃过去了好几天。米拉さん在小区里偶遇小川さん，他赶忙主动打招呼道：“啊，小川さん。”啊，小川女士，先日は荷物を預かってくださってありがとうございました。前些天多亏您帮我保管了东西，真是太谢谢了。老师刚才也讲过，日本人在得到别人的帮助后，下次见面时会再次感谢对方。看来米拉桑很好的掌握了这个礼仪哦。米拉桑的这句话用了荷物を預かってくださる这个表达，是把小川桑作为主语来陈述了。其实这里也可以说是荷物を預かっていただいてありがとうございます。意思也是一样的，只是以我为主语，从我的角度出发来陈述而已。好，那接下来呢？小川桑说道：“いいえ，意思是哪里哪里，不用客气。”最后，米拉桑又补充了一句：“本当に助かりました。”真的是帮了我大忙了。助かります表示得救了，帮了我大忙了。这个表达要记得哦。好，那今天的绘画就讲到这里。话说，
大家可能会觉得什么什么手いただけませんか？什么什么手くださいませんか？什么的很绕口，很难念。老师一开始啊也是这样认为的。不过只要说得多，说得习惯了，就不会觉得难念了。说外语的舌头啊也是需要锻炼的，要不断的练习才能练成自然流畅的发音哦。所以接下来跟着老师把绘画再多多练习几遍吧。小川さん、ちょっとお願いがあるんですが。何ですか？実は今日の夕方デパートから荷物が届く予定なんですが、出かけなければならない用事ができてしまったんです。はあ。それで申し訳ありませんが預かっておいていただけませんか？ええ、いいですよ。すみません、帰ったらすぐ取りに来ます。わかりました、よろしくお願いします。あ、小川さん、先日は荷物を預かってくださってありがとうございました。いいえ、本当に助かりました。なんだか出そう、もうすぐ出そう、ドレミファプププ、うわ好，今天的参考词汇是关于便利情報的。便利情報指的就是一些能使你的生活更方便的有用信息，比如服务业的信息啦，优惠的通知什么的。来看看日本常见的一些便利情報吧。便利情報。宅配便ならペンギン便。旅行の荷物を家から空港まで配達します。学生や単身者の小さい引っ越しをします。03-3812-5566。泊まりませんか？民宿三浦。安い、親切、家庭的な宿。0585-214-1234。公民館からのお知らせ。月曜日、日本料理講習会。火曜日、いけばなスクール。水曜日、日本語教室。毎月第3日曜日、バザー。0798-72-2518。レンタルサービス。何でも貸します。カラオケ、ビデオカメラ、着物、携帯電話、ベビー用品、レジャー用品、旅行用品、0741-41-5151。便利屋、0343-885-8854。何でもします。家の修理、掃除。赤ちゃん、子供の世話。犬の散歩。話し相手。お寺で体験できます。禅ができます。精進料理が食べられます。金銀寺。0562-231-2010。ゆか、こんにちは。こんにちは。
ねえ、ゆかは演歌が歌える？え、急にどうして？この間ね、紅白歌合戦で演歌を聴いたらいいなと思って。そうなんですか。でも私は歌えません。演歌は難しいですよね。でしょうね。発声の仕方が特別だからね。あ、ところで今年の紅白見た？見ましたよ、もちろん。どうだったの？何か印象に残ることある？全部面白かったんですけど、やっぱり出てる人の衣装がみんなすごかったです。歌より衣装の方がもう印象残っちゃって。あ、だよね。水森さんが着てたドレスが大きすぎて、私正直ちょっと引いちゃった確かに大きすぎましたね。そうですね。ところで嵐は今年も大活躍ね。白組の司会者も務めたし、歌も素敵だった。さすが私の大好きな嵐そうですね、すごかったですね。どの歌が一番好きですか？全部好きだけど、一番感動したのはやっぱりふるさとだったね。この歌を聴くたびに感動しちゃう。いいですよね。確かに心が温かくなりますよね。大晦日の夜にふさわしいって感じ。そうですね。そういえば日本の大晦日ってどんな感じなの？何してたの？紅白を見ながら年越しそば食べたり、ちょっと豪華な食べ物とかをみんなで食べたりしてました。ああ、私たちと一緒だよね。私も毎年チュンジェリンファンワンフェイという番組を見ながら美味しいお菓子を食べて、家族と一緒に新年のカウントダウンをしてます。ああ、いいですね。そのチュンジェリンファンワンフェイは紅白と同じような歌番組ですか？歌が多いんですけど、歌だけじゃないね。マジックとか雑技団のパフォーマンスとか、あと漫才もコントもあるんだよ。へえ、日本の紅白と結構違うんですね。日本の紅白は歌だけなので、中国の紅白は歌以外でも楽しめるなんていいな。でもね、最近その番組を見ない人が増えたそうよ。なんでですか？面白くないって今人気な歌手も見られないし、コントも漫才もネタが面白くないし。そうなんだ。でも私は相変わらず毎年見てます。子供の時からずっと見てたから、見ないと年越しの実感がないんだよね。しかも番組の方も毎年頑張って面白くなるように工夫してるから、ちょっと応援してあげたいなと思って。いいですね。じゃあ私も今年も絶対見ます。ぜひ見てください。接下来是复习咯，不要嫌麻烦，不用不好意思，跟着老师大声朗读本课的单词吧。いただきます、くださいます、やります、呼びます、取り替えます、親切にします、かわいい、お祝い、お年玉、見舞い、お見舞い、興味、情報、文法、発音、猿、餌、おもちゃ、絵本、絵はがき、ドライバー、ハンカチ、靴下、手袋、指輪、バッグ、祖父、祖母、孫、おじ、おじさん、おば、おばさん、おととし、はぁ、申し訳ありません。預かります。先日、助かります。続いては文法の復習です。本课我们主要学习了授受关系相关的敬语表达形式。授受关系的敬语形式啊，其实并不难。但是如果大家连授受关系的基本句型都没有搞明白的话，那可就糟糕了。叶子老师既然承诺了要尽最大的努力让大家搞清楚授受关系的用法，当然也要有所表示了。老师画了一张授受关系的图表，如果现在还有同学搞不清楚授受关系的话，希望你能把这张图抄下来，每天看几眼，记一记。
久而久之一定能搞清楚哦。好，那叶子老师来说明一下这张图，请大家一边看图一边听老师的讲解。这是一张围绕我展开的授受关系图，我们把授受关系分为物品的授受和行为的授受两种，也就是图上的两行。那再根据陈述角度的不同，授受行为的方向，把授受关系分为あげる、もらう、くれる三种类型，也就是图上的三列。先来说说这个あげる这一列。あげる是以我为主语，表现我给别人某样东西，或者是我的行为给别人带来了恩惠。当然，根据对象的身份的不同，我们最好是选择不同的动词。如果对方是地位比较高、需要尊敬的人，则使用何々差し上げる和何々手差し上げる。如果对方是同辈的人，身份地位跟自己差不多，则使用何々上げる和何々手上げる。那最后这个何々やる多用于对象是植物或者动物的时候，何々手やる也是一样，一般用于上对下的场合。あげる这一列的表达有个特点，就是除了何々をあげる以外，其他句型使用的频率都很低。好，那这是あげる。接下来看第二列的もらう。注意もらう也是以我为主语的，表现的是我从别人那里得到某样东西，或者是我从别人的行为中获得恩惠。注意哦，如果对方是身份地位比较高的人，我们最好用いただく、いただきます来代替もらう，这样显得更加有敬意。如果对象是同辈或者晚辈，统一使用もらう就可以了。好，最后是くれる。くれる是以别人为主语，以我为对象，表示别人给我某个东西，或者别人的某个行为对我施予了恩惠。如果对象是地位比较高的人，则使用くださいます来代替くれる。嗯，很简单吗？其实对比一下くれる和もらう，就会发现他们俩的本质是一样的，都是表达我从别人那儿得到某个东西，或者是我从别人的行为中获得利益，只是两个表达的出发点不一样而已。もらう是从我的角度出发陈述的，而くれる是从别人的角度出发陈述的。所以大家如果搞不清楚一个句子要用もらう还是くれる的时候，就找一下句子的主语是什么。主语是自己的话，那就用もらう。主语是别人的话，那就用くれる。これでわかったかな？好，那复习完了授受关系，老师再给大家总结一下请求别人做某事时的各种表达。请大家看到这幅图，哇哦，原来请求别人做某事可以有这么多的说法啊！嗯，没错，表现的方式越多越丰富，可供大家选择的余地就更大啦。只要能牢牢记住其中的一两种说法，就够你用的了。好，来跟老师一起读一下。首先，对于尊敬的人、顾客等等，可以说書いていただきたいんですが、書いていただけませんか？書いてくださいませんか？大家注意啊，这三个里最尊敬的说法是書いていただきたいんですが，因为这个说法只是表达自己的意愿，没有对对方提出要求，所以啊，对于听话人是最没有压力的，所以呢，也就最礼貌了。然后老师在课上也讲过，什么什么ていただけませんか要比什么什么てくださいませんか要更加委婉礼貌，所以呢書いていただけませんか要更加礼貌一些。好，接下来是对一般的对象，没有必要特别使用敬语，可以有以下的说法。書いてもらいたいんですが、書いてもらえませんか、書いてくれませんか、書いてもらえますか、書いてくれますか？書いてください。其实这些也是有玄机在里面的。我们总结一下规律的话，会发现用什么什么たいんですが会比什么什么ませんか要礼貌，用もらう要比くれる礼貌，用否定型提问要比肯定型提问要礼貌，对吧？大家对照着看一看，是不是这样呢？我们非常熟悉的什么什么 take 大赛，用在一般对象的场合下，居然是礼貌程度最低的呢，没有想到吧？好，那接下来是家人朋友之间，从这里开始，咱们抛弃敬体，统一使用简体喽。書いてもらえない、書いてくれない、書いてもらえる、書いてくれる、書いて。还是老师刚刚说过的规律。もらう比くれる更礼貌，否定型比肯定型更礼貌，对吧？
よし、最後是命令、指示。書きなさい。書け。这两个啊就完全谈不上礼貌了，用的是我们以前学过的命令型。那什么什么なさい的形式要比直接变动词的命令型要稍微委婉一些。好，那礼貌程度从高到低排列就是这样一张表了。以后大家要找别人帮忙做事的时候啊，可以根据不同的对象、不同的关系自由选择合适的表达哦。覚えといてね。好，再跟老师把这些表达按照礼貌程度从高到低再读一遍吧。書いていただきたいんですが、書いていただけませんか？書いてくださいませんか？書いてもらいたいんですが、書いてもらえませんか？書いてくれませんか？書いてもらえますか？書いてくれますか？書いてください。書いてもらえない？書いてくれない？書いてもらえる？書いてくれる？書いて？書きなさい。書け。好，那今天的课程就到这里吧，给大家多一点时间课后复习哦。なんだか出そう、もうすぐ出そう、ドレミファプププ、うわぁ！好，最后来听一首歌，老师喜欢了很多年的一首歌呢，叫做《時間よ止まれ》，时间啊，停下吧，这个意思。这首歌是《いたずらのキス》恶作剧之吻动画版本的片尾曲，是一首描写热恋中的恋人的歌曲。当时老师一听就喜欢上了。さあ、一緒に聴きましょう。時間よ止まれ。Yeah, 君と過ごす時あっという間。気づけばデートはもう終盤離れたくない帰りたくない時を止めてずっと一緒にいたい YO! 照れ隠しなセリフも見つめ合う瞬間もあなたといる時間も足りないけど最終電車見送るまで握りしめてくれたねさりげない優しさが嬉しいI'm not afraid to be alone.
time every day everything 言葉にしなくてもあなたは私の特別な